はい、こんにちはステレオカメラの相葉です今回ご覧いただいてますカメラはローライのコンパクトフィルムカメラボディローライ35ですね非常に人気が高くて女性にもですね使いやすいカメラとなっておりますご覧の通りすごくコンパクトでスタイリッシュなフォルムのカメラとなっておりますはいレンズがですねちょっとこの個体珍しくてですね レンズが搭載されておりますはいでもってこの「ローライ35」なんですけれども2020年のですね岩井俊二監督の映画の「ラストレター」という映画で福山雅治が使用していたカメラと同型のカメラになっておりますね。はいすごくですね映りもすごくノスタルジックですごく渋い映りをするカメラになっておりますので是非是非一度お試しいただきたい。 カメラとなってておりまますす、はい、では外観から見ていきますご覧いただいてます通りですね今回もだいぶ綺麗ないい個体が入ってきておりましてすごくコンパクトなカメラなんでこうポケットに入れて持ち運ぶことが多いんですけれどもポケットから取り出す時にですねこうポロって落っことしてしまってですねこういう角っこを潰してしまうことが多いんですがこの個体は全く 落としたことがないと思われましてこう角っこ全く当たりとか見られないですねご覧いただいている通りです、はい、若干ですねトップカバーのここにスレっぽいものがこう動画でもご覧いただけると思いますけど見えるぐらいではいあとは全体的に針側も劣化がしてませんしレンズもすごく綺麗ですね曇りカビとか このバルサム切れなんかも見えませんし写りに影響が出る歌詞は全くないと思っていただいて大丈夫です、はい、ファインダーも綺麗ですね、はい、このバルサムとか曇りカビなどは見られない綺麗なファインダーになっておりますはいいいですねはいまあポケットから取り出す時にですねこのハンドストラップがついてますんで必ずこう手首に通してもらってそれ この状態でポケットから取り出すようにしてください、はい、ではちょっと軽く使い方を説明しますけれどもまずですねこの露出系のためにこの ISO 感度ですねあの装填するフィルムの感度を設定していただきますこの ASA というところですね フィルムに100と書いてあったらこの100というふうに合わせてもらって400というふうに合わせて書いてあったらこの400にこうカチカチっとこれを合わせてもらう感じになりますねあと左側にもこのこのダイヤルの内側にこのカラーネガネガカラーカラーと書いてあるんですけれどもこれはですね実は装填したフィルムの種類を忘れないためのメモなんですねなんで、 中にカラーネガを入れたらこのカラーネガに合わせてこの MEG ネガですねこちらを選ぶ時はこのモノクロフィルムとかを入れた時にここに合わせてもらうというような感じになっておりますはいそういう感じで使ってくださいねでもって露出系がここですねこの窓が露出系なんですけれどもでこっから光を 読み取ってるんですがこう白い針が動いているのがお分かりいただけると思いますこれが露出系なんですねはいで右側のこのダイヤルが絞りですねご覧いただいている通り絞りですねはいこの下のボタンを押しながらダイヤルを動かすようにしてくださいレンズの中の絞りが動いているのがお分かりいただけると思います はい、スムーズに動いてますね。はい、でもって左側のダイヤルがシャッタースピードです。はい大体シャッタースピードは1 30分の1から1 250分の一の間ぐらいで使う感じですね。はい、でこの白い針が露出計なんですけれどもこの。 絞りととシャッターースピードを動かすことで先の丸いオレンジ色の針が動くんですけれどもはい露出系のこの白い針に合わせてこの絞りとシャッタースピードを動かしてこの白い針に重ねてあげることで適正露出が得られるという仕組みになっているんですね追伸式という露出系になっておりますでもって露出の合わせ方ですけれども 大体ですね屋外の晴れの日だったら125分の1秒で絞りが8とか5.6ぐらいですねでもってあの室内で薄暗いところの場合は絞りはもう開放ぐらいにしちゃってシャッタースピードは30分の1から1 60分の1ぐらいにしてください、はい、で大体合いますね まあ、カラーネガでしたら露出はですねあんまり気にしなくても大体映りますはいあとはこの露出系に合わせてこうダイヤルをこう動かして撮影してもらえたらですねもうまず間違いなく映ると思って大丈夫ですねであとはピントなんですけれどもこのレンズですねレンズこの先端のこのダイヤルを動かすと ピントを合わせる仕組みになっているんですけれどもこのカメラってこうファインダーをファインダーを覗きながらピントを合わせるのではなくて大体これがまあメートルなんですけどメートル M って書いてありますね大体何メートルぐらいかな被写体まで何メートルぐらいかなっていう目測でピントを合わせる仕組みになっておりますはいでこのダイヤルに2と6の 文字が赤くなってるんですけども大体2と6どっちかに合わせればいい感じに映りますねで人物とか記念写真とか撮るときは 2m に合わせてで風景とか建物とかを写すときはこの6に合わせて遠くの円形ですね山とかを撮るときには無限大にしちゃえば大体合いますねこのの3つのうちどれかで 大体ピンとは合うようよになっております、はいで撮影する時にはご覧のようにレンズをこう引っ張り出してこの右側にカチッっていうまで、はい、回して固定してもらうんですけれども通常はですねもう持ち運ぶ時とかはこんな感じではいボディにこのレンズを押し込んで。 コンパクトに収納すすることができますね撮影する時にはこう引っ張り出して右側にカチッていうまで回してください、はいはい、で撮影が終わってレンズを収納する時にはまあ一回巻き上げないといけないんですけど、まあ、巻いたとしてこのシャッターボタンの横にあるこちらのボタンですねこれを押しながら左にレンズを回して押し込むと。 いう感じになっておりますね、はい、撮影する時には引っ張り出して右に回すとで絞るとシャッタースピードとピントを合わせてシャッターを切るですねで巻き上げるまたシャッターを押して巻き上げるの繰り返しになっておりますで一回シャッターを押すとですねあの巻き上げないとこのシャッターが あのシャッターじゃなくてレンズを収納することができませんので必ず巻き上げてからレンズを収納するようにしてくださいはいこんな感じですねでフィルムを入れるのはですねこのダイヤルダイヤルじゃないです底蓋のこのレバーですねこれをグッと上げてもらって裏蓋を全体的にこうずらすような感じで開けてもらいますね でこれパーパカしてるんですけどもこれを開いてもらってこちら側にフィルムを入れてここにフィルムの先端を巻き込んでフィルムを装填していただくという感じになりますねまあフィルムの入れ方とか使い方はですねグーグルとかでこのローライ3号使い方とかいうふうにググっていただきますと出てきますので参考にしてくださいでここに書いてあるのがこの電池ですね、はい、露出ののための バッテリー電池をここに入れるんですけれどもここにある溝ですねコインとかでこの蓋が開きますので開けてもらって電池を入れ替えてください、はい、という感じの使い方になっております、はい、ということで、はい、ちょっと長くなりましたけども 重かな使いいい方を説明させてたただきましたはい、もちろんこのまま末にご使用いただいて全く問題ない状態の個体ローレイ3号ですけれども念のため末永くお使いいただくために全体的な分解整備清掃調整をご希望いただける場合はオプションからお選びいただけましたら当店で受け書きやすで請け負わせていただきまして整備後のお届けを実施することもできますので是非ご利用いただけたらと思いますということではい。 非常にスタイリッシュで女性にも人気のコンパクトフィルムカメラボディローライ35レンズが非常に珍しい S セナーというレンズが搭載されたモデルになっておりますなかなかはい映りもですねすご,すごくノスタルジックないい映りをするカメラとなっておりますのでぜひぜひ お早めにチェックしてみてください以上です